おお、ここに来るのも久しぶりだ。しかし家の中もほんとそっくりそのまんまだな。どうせなら新築にしてくれりゃいいのによ。銀ちゃん、話が違うある。んだよその不満そうな顔は。銀ちゃんがいいところに連れてってやるって言うからものすごく期待してた。ある、いいところじゃねえか。俺たちの思い出が染み込んだ家だぞ。こんなゲロ臭いボロ屋の思い出よりお江戸遊園地でネズミの耳つけて浮かれた写真撮る方がいい。ある、ゲロ臭いのは主にお前のせいだろうが。まったく妙な贅沢覚えやがって。ガキは家でゲームでもしてろ。うちにゲームなんてないね。だいたい私たちなんでまたこのゲームに出てる。あるか、そりゃお前制作陣が味しめたからに決まってんだろ。今度は俺たちにおぶられようって魂胆なんだよ。大人はみんな汚いね。私らだって本当は新しい方のテイルズにおぶられたい。ある、こっちのテイルズが古いみたいな言い方すんな。そりゃあっちは始まったばかりでキラキラにルミナってるかもしれねえけど、こっちも5年目っていういぶし銀の輝きがあんだよ。都合のいい言い訳してんじゃねえぞ。制作陣の回し者あるか。そんなことよりお江戸遊園地連れてけよ。フライドチキンの皮食わせろよ。うるせえ、せめてナンジャタウンにしとけ。バンナム的に。おい新八、お前も何か言ってやれ。今のうちに媚び売っときゃアイマスとコラボできるかもしれねえぞ。お前アイドル好きだろ。銀時よ、そうやって頭ごなしにダメだダメだと言ってしまうのは良くないぞ。それにリーダーも子供のようにダダをこねてはいかん。ナンジャタウンでは13歳以上からは大人料金だ。てずら？ずらじゃない、カツラだ。てめえ何仲間ずらしてしれっと話に混ざってんだよ。仲間ずらじゃない、カツラだ。そりゃもういいよ。つーか新八はどうした？銀ちゃん、新八なら元の世界に帰ってある。あ、そうだったな、忘れてたぜ。新八くんがいなくて寂しいか。ならば俺を新八くんだと思ってこの胸に飛び込んでこい。気持ち悪いこと言うな。つーか、いい加減にしねえと頭皮に古賀破産食らすぞ。こっちとらプレイヤブルなんだよ。人んちで勝手にくつろぎやがって。私と銀ちゃんで合体費用儀怪我破産発動させるね。もうここにとどめさせてやる。ある、まあ落ち着けお前たち。俺は大事な話があってきたのだ。大事な話だ。新八君は歌舞伎町には帰っていない。いや、帰ることができなかったと言うべきだな。おいちょっと待て、新八が帰れてないってどういうことだ？かいつまんで言うと、俺と新八くん、そしてあの男がテイルズ・オブ・ラレタのだ。一つもわかんねえよ、あの男って誰だよ。お前もよく知る相手だ。かつての俺たちの仲間、そして今は敵。まさかそいつら。なるほど、ここは江戸どころか地球でもね、別の世界ってわけか。おまけに祭りだってな。気に入ったぜ。なら派手に行こうじゃねえか。祭りにはでけえ花火がつきもんだろ。なあ銀時よ。っておい、なんだよ今のインサートは。気にするな、よくあるイメージ映像だ。謎のシルエットを見せられたプレイヤーたちは、あれは一体誰だと想像をかきたてられ、判明するまで期待と不安で眠れない日々を送るわけだ。いや割とバレバレだったけど。じゃあ新八はその謎杉と一緒にいる。あるか。おい神楽、杉って言っちゃってるよ。もうそれ答え言ってるようなもんだからね。うん、おそらく今回のコラボのラスボスはこのシルエット黒杉だろう。てめえも杉って言ってんじゃねえか。しかもラスボスとか言うなよ、予告でネタバレかましてんじゃねえよ。落ち着け銀時、相手があの高っなら新八くんの身が危ない。もう伏せ字の意味ねえだろうが。銀ちゃん、早く新八を助けに行くわよ。確かにあの野郎には冗談が通じねえ。パッツァンが迂闊に突っ込んだらそのまま頭と胴がおさらばしちまう。どうやら話はついたようだな。ならばここらで
例のあれをやっておくか。このアプリは基本無料で遊べるが、一部に有料コンテンツが含まれている。子供たちはちゃんとお父さんとお母さんにお願いしてからテイルズ・オブ・ルンだぞ。それを言うなら課金するだ。課金じゃない、カツラだ。だからそれはもういいんだよ。